皆様こんにちは、セリタです。今回は大注目の新作フェイスパウダー企画です。9月16日発売のアディクションインビジブルエッセンスルースパウダートランスルーセントとグロー、そして9月14日発売のメイクアップフォーエバー HD スキンツイストライト1番のライトをご紹介していきます。コメント欄でも気になっているというお声が多い新作パウダーなので、それぞれの仕上がりとマスクをしたまま汗をかいた時の崩れについても見ていきたいと思います。またアディクションから同時に発売されたスキンリフレクトフィックスコンシーラーも合わせてご紹介していきますので、新作のコンシーラーも気になっているという方もぜひチェックしてみてください。そして9月からはサブチャンネルを開設いたしました。サブチャンネルではこちらのチャンネルでご紹介させていただいた新作アイテムのもっと踏み込んだ比較や使い方やリクエストいただいた動画などもアップしておりますので、サブチャンネルもぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはブランドからのアイテム情報を見ていきましょう。アディクションインビジブルエッセンスルースパウダーのトランスルーセントとグロー、光の透過と反射を操り素肌のようにフレッシュなきめ細かい仕上がりを叶えるルースパウダー、目に見えないほどの透明性とセラミドやエモリエントオイルによる潤いでしっとりと滑らかな抜け感のある素肌のような仕上がりを叶えます。きめ細かい肌に仕上げるトランスルーセントと潤ったような光沢感をまとえるグローを使い分けてということで、001番トランスルーセントは高い透明性で素肌のようなきめ細かい美しさへ、そして001のソフトグローはレッド&ゴールドパールで繊細なツヤの光沢肌へ。続いてメイクアップフォーエバーの HD スキンツイストライトの1番ライトはツイストして輝きをプラス、プロが作り上げた3色のパウダーが混ざり合うことで肌の赤みや木くすみなどを均一にし輝く美しい仕上がりへ。スーパーファインフラットパールが光を反射し球体の粉末のパウダーが光を拡散することでソフトフォーカス効果を発揮、24時間ぼかし効果で輝きのある仕上がりが続きます。粉が飛び出さない、まさに革新的パッケージ。ツイストすることでパウダー1回分の適量を簡単に取り出すことができ清潔にお使いいただけますということで、使い方としては製品本体の底面を持ちながらもう片方の手で容器の蓋を持ちます。容器側面を反時計方向に止まるまで回し素早く元の位置に戻します。本体のくぼみに1回の適量が出ますので、チークブラシ160をくぼみに垂直に当て3色のパウダーをブレンドし顔全体へなじませますという使い方だそうです。店頭でお伺いしたところ、こちらの1番のライトが一番人気ということで、肌色を補正するブルーと血色感をプラスするピンク、そして肌トラブルをカバーするベージュのカラーで構成されています。そしてアディクションスキンリフレクトフィックスコンシーラー、高密着する薄膜と光のリフレクト効果でどこまでも自然にカバー、しっとりとなじみ素肌のような美しさが長時間続くチップコンシーラー、そばかす、シミ、ニキビ跡、色ムラなどをピンポイントでカバーし素肌の中に消えてしまったかのような仕上がりを叶えます。粉感や重さ、不自然さとは無縁のナチュラルでフレッシュな仕上がりに。全8色展開で私はファンデーションのカラーと合わせて004のライトベージュをセレクトしました。まずはパウダーを比較していく前にアディクションの新作コンシーラーを使ってカバーしていきたいと思います。現在顔全体にはこちらのカネボウのライブリースキンウェアを下地なしで塗っている状態です。こんな感じで素肌そのもののような仕上がりでかなり自然なカバー力なので、赤みやニキビ跡のカバー力や目の下に塗った時にどんな感じになるのかも見ていきたいと思います。まずここのニキビ跡ですね、そこ
少しだけのせて、ブランドでは指で溶かしていくのを推奨していたので指でトントンとなじませていきます。結構カバー力が高いですね。少量でもしっかりカバーしてくれて、でも綺麗に馴染んでくれるので、ベースに塗ってるファンデーションがかなりナチュラルなのですが、ファンデーションとコンシーラーの境もわからないくらい一回でも綺麗にカバーしてくれますね。このあたりも赤みが出ているのでカバーしていきます。かなり伸びがいいタイプなので、思ったよりも少なめの量でちゃんとカバーしてくれると思います。はい、まずはこちら側半分、目の下や鼻の横以外の赤みやニキビ跡などの気になる部分にコンシーラーを塗ってみました。かなりカバー力が高いタイプなのに、コンシーラーなしの方と比べてもコンシーラー塗ったなという感じや厚塗り感が全然なくて、すごく自然にカバーしてくれていますよね。クリーミーでツヤツヤしすぎてしまうというわけでもなく、ピタッと密着する分パサつきに見えてしまうということもなくて、本当にブランドからの説明の通り素肌の中に消えてしまったようなカバー力だなと思います。ただ仕上がりとしてはすごく軽いのですが、なじませていくと薄膜のコンシーラーが肌にしっかりと密着してさらりと仕上がる感じなので、目の下や鼻の横などの広範囲に使うときにはこういった平筆のコンシーラーブラシで使った方が薄くつけることができて安心かなと思うので、小鼻の横と目の下はこちらのベアミネラルのマックスカバーコンシーラーブラシを使って塗っていきたいと思います。カバーするときはブランド推奨の通りチップの先で直接塗って指で動かしていったのですが、広範囲に使う場合は一度手の甲にコンシーラーを出してブラシに薄く取ってそのまま軽く塗っていきたいと思います。でもブラシ使いするとすごくみずみずしくて軽いテクスチャーなので自然に仕上がりますね。ピタッと密着する感じが広範囲に塗った時にはどうなるかなと少し不安だったのですが、全然軽いのでブラシを使って塗れば大丈夫そうですね。パサついてしまうこともなく綺麗に密着してくれます。目の下にも塗ってみます。目の下にもちゃんと伸びもいいので全然使いやすいですね。ブラシで伸ばし切った後は指でタップして押さえていきます。はい、こんな感じで広範囲に塗っても綺麗に馴染んでくれました。ただしっとりとクリーミーなタイプのコンシーラーというわけではないので、これから秋冬になって乾燥がかなり気になるという肌タイプの方にはこういった広範囲に使うと少しパサついてくる感じが気になるのかもしれないなとは思いました。なるべくピンポイントのカバー用やクリーミーで保湿感の高い下地やファンデーションと使ってあげれば安心かなと思います。はい、両方ともしっかりと気になる部分カバーしていきました。目の下や赤みなどの気になる部分にしっかりつけているのですが、やはりコンシーラー特有の重さがなくてすごく綺麗だと思います。しっかりとカバーするタイプのコンシーラーで、艶すぎずマットすぎずな仕上がりで、軽くて綺麗に伸びてさらりとした質感が好きという方にかなりおすすめです。今季のファンデーションはカバー力がナチュラルなアイテムがすごく多いので、このくらいしっかりカバーしてくれるタイプのコンシーラーが一つあるとすごく安心だなと思いました。それではアディクションの新作パウダー、グロータイプとトランスルーセントタイプ、それぞれ半眼筒に塗って、まずは仕上がりにどんな違いが出るのか見ていきたいと思います。今回のパウダーは手元で見た感じどちらもかなり粉感を感じにくいタイプで、微粒子のパウダーがスッと肌に溶け込むようなタイプだなと感じたので付属のパフでつけてみたいと思います。まずこちら側グロータイプですね、塗っていきます。パフでしっかり塗っているんですけれども全然粉感を感じないですよね。
でもちゃんと肌表面はサラサラに仕上がっています。はい、まずこちら側にグロータイプパフでしっかりとつけてみました。パウダーなしの方と比べてもしっかりパフ塗りしているのに粉っぽさを全く感じないですよね。レッドとゴールドのパールは手元で見た時もかなり微細だったので、実際に顔の上に乗せてみてもたまにキラッと輝くかなくらいで、そこまでギラギラになりすぎてしまうという感じではないですね。手元で見た時にラメが気になるなと感じた方も顔の上に乗せてみるとかなり自然なので、全然日常使いもしやすいんじゃないかなと思います。かなり自然で粉感を感じさせない仕上がりですが、肌表面は滑らかでサラサラとしています。パウダーの厚みも感じにくいので、乾燥が気になるタイプの方や粉っぽくなるのが苦手という方にもすごく使いやすいと思います。では反対側にはトランスルーセント塗っていきます。トランスルーセントはこちらも粉感を感じさせない仕上がりなのは似ているのですが、グロータイプよりも肌を滑らかにフラットにしてくれる感じですごく綺麗ですね。はい、こちら側はトランスルーセントパフでしっかりと塗っている状態です。トランスルーセントはこの毛穴や凹凸をフラットに見せてくれて、塗った瞬間から肌がふわっとソフトフォーカスされたような仕上がりでかなり綺麗だなと思いました。こちらも粉っぽくならないので、ちゃんとファンデーションのツヤ感も残したままです。引きで見るとこのくらいの差なので、そこまでトランスルーセントタイプとグロータイプで違いは出にくいかなと思うのですが、アップで見るとこんな感じで、よりトランスルーセントの毛穴や凹凸をソフトフォーカスするふわっと滑らかな肌に見せてくれる感じの違いが分かりやすいかなと思います。肌表面を触った感じも両方とも同じ質感で、パウダーの厚みは感じないのですが、滑らかでさらりと仕上げてくれています。パフでしっかりと塗ってる状態なのですが、少しブラシでも磨いてみたいと思います。まずトランスルーセントですね、少しだけ頬の高い位置にツヤが出るのですが、質感としてはそこまで変化がないかなと思うのですが、毛穴がより綺麗にカバーされました。パフで一度しっかりと毛穴を埋めてからブラシに軽くパウダーをつけてくるくると磨いていくと、すごく綺麗に毛穴カバーしてくれるなと思います。続いてグロータイプですね、ブラシで磨いていきます。グローは磨いていくと頬の高い位置にツヤが出るのと、顔全体の透明感がアップしますね。はい、それぞれブラシで磨いてみるとグローのツヤがより増すので、トランスルーセントとグローの仕上がりの違いも分かりやすいかなと思います。ブラシで磨くとより肌表面の粉感を感じずにかなり滑らかに仕上がっています。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ても両方とも粉感を感じさせない自然な仕上がりなのですが、グロータイプの微細なラメが肌全体に乗っている感じがより分かりやすいかなと思います。自然光で見ると結構キラキラとしていますね。トランスルーセントは素肌のような自然な仕上がりのままです。今パウダーが馴染んできたんですけれども、カメラだと分かりづらいかなと思うのですが、肉眼で見るとこのあたりにピンクっぽいパール感やラメがしっかりと出てきたかなという感じがします。ベースのパウダーが馴染むとよりパール感やラメ感が分かりやすくなってくるのかなという感じですね。はい、まずはこんな感じでアディクションの新作パウダー、グロータイプとトランスルーセントタイプそれぞれ比較してみました。質感や塗り心地にそこまで差は感じにくかったのですが、グロータイプはブラシで磨くと自然なツヤが出て透明感がアップするような仕上がりで、トランスルーセントタイプは毛穴をふんわりとぼかしてソフトフォーカスされたような肌に仕上げてくれました。個人的にはこのトランスルーセントの軽いパウダータイプなのに毛穴をふわっとぼかしてくれるところがかなり綺麗だなと思ったので、
より素肌っぽい仕上がりで毛穴をカバーしたいという方にはトランスルーセントかなりおすすめです。コンシーラーと同様、素肌に近いような仕上がりですごく綺麗ですね。このまま30分ほどマスクをしたまま少し汗をかいてみて、崩れにどのくらいの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約30分ほど軽い運動をしてきました。湿度は高かったのでジメジメとはしていたのですが、涼しくなってきたのでじんわりと少し汗ばむ程度だったのですが、崩れについてはこんな感じです。よりグロータイプが分かりやすいと思うのですが、肌にパウダーが馴染んで塗りたてよりもさらに粉感がなくツヤが出て少し薄くなった感じがするかなと思います。トランスルーセントもよりツヤ感は出てきた感じはするのですが、それでも毛穴をふわっとソフトフォーカスしてくれてる感じは変わらずにとても綺麗だなと思います。アップで見るとよりグロータイプのパウダーが馴染んだ感じとトランスルーセントの毛穴をぼかしている効果の違いが分かりやすいかなと思います。小鼻の横はほんの少しだけ皮脂が出てきた感じがするのですが、それでもベタベタするというわけではなく、頬の広い範囲もしっとりと柔らかく保湿している感じなので、秋冬でパウダーを塗っていると乾燥が気になるという方にはもちろん使いやすいですし、パウダーをつけていないような軽くて柔らかい肌に保ってくれているので、春夏向けのさらりとした質感を保つパウダーという感じではないのですが、微粒子のパウダーが肌にしっかりと密着するからか、崩れもそこまで気にならないかなという印象でした。続いてはメイクアップフォーエバーの新作パウダー、実際に使ってみたいと思います。こちらは手元で見た感じかなりラメ感を感じるタイプだったので、反対側にはアディクションのグロータイプすでに塗ってある状態なので、この2つを比較していきたいと思います。メイクアップフォーエバーのパウダーは形状的にもブラシ塗りが推奨なので、アディクションのグロータイプは今回はパフ塗りではなくブラシ塗りをしてみました。ブラシ塗りだとよりこのピンクのパール感とツヤ感が分かりやすいかなと思います。よりツヤツヤに仕上げたい方はパフは使わずにブラシ塗りがおすすめかなとは思うのですが、少しこのパールの効果で毛穴が悪目立ちしてしまうかなという感じもするので、個人的にはパフでしっかりとパウダーをつけた後に上からブラシで磨く方が使いやすいんじゃないかなと思います。しっかりとブラシに含ませてこちら側に塗っていきます。でも意外とブラシで塗るとそこまでキラキラしすぎる感じではないですね。メイクアップフォーエバーの方がしっかりラメとツヤがわかりますね。ブルーの発光感で透明感がかなりアップします。はい、メイクアップフォーエバーの1番ライト、こんな感じです。手元で見た時はもっとキラキラになってしまうのかなと思ったのですが、意外とラメも微細なのと、パウダー自体が軽いタイプだからか厚塗り感はなくて、ブルーの発光感でしっかりとトーンアップはしてくれるのですが、首から浮く感じもあまり気にならなくて、頬の高いところなどにしっかりツヤが出て立体感がある仕上がりで綺麗だなぁと思いました。ラメ自体は顔全体には乗っているのですが、角度によってキラキラっと輝くかなくらいなので、全然普段使いもできるんじゃないかなと思います。3色のパウダーが混ざるとベージュになるとのことだったのですが、実際に肌の上に乗せてみるとブルーっぽいニュアンスの発光感が出て透明感をアップしてくれてるなという印象です。トーンアップもしてくれるのに透け感がある感じが綺麗ですね。まだ1回分のパウダーが残っていたので頬の高い位置に重ねてみます。重ねるとやはりハイライトを塗った後のような発光感を出すこともできるので、ハイライトなしでもこんな感じのツヤが出てくれて綺麗ですね。こんな感じでたくさんラメは入っているのですが、そこまで目立つ感じではないです。肌表面の状態としては
メイクアップフォーエバーもアディクションと同様、かなり微粒子のパウダーのタイプなので、粉っぽさだったり重さは全然感じないのですが、アディクションと比較するとメイクアップフォーエバーの方が少しサラリとはしていますね。ただサラサラしすぎてきしむ感じはしないので、こちらもどんな肌タイプの方にも使いやすいと思います。はい、アップで見るとこんな感じで、やはり両方ともパウダーの粉っぽさや重さは感じにくくて、素肌が透けるような自然な仕上がりなのですが、メイクアップフォーエバーのトーンアップ感とラメ感が分かりやすいかなと思います。アディクションのグロータイプはこうして比較してみると、ラメはナチュラルな方ですね。このくらい距離があるとより分かりやすいと思うのですが、メイクアップフォーエバーは頬の高い位置にブルーとピンクのツヤを感じられて、透明感と柔らかさもあるくすみを飛ばしてくれるような仕上がりかなと思います。はい、外の自然光です。自然光で見るとどちらもかなりこのラメによるツヤが分かりやすいですよね。特にメイクアップフォーエバーはブルーやピンクのツヤ感が分かりやすいかなと思います。両方とも粉感を感じさせない仕上がりなのですが、メイクアップフォーエバーのがよりベースのパウダーがナチュラルなのか、素肌の透け感が分かるかなと思います。はい、崩れについて見ていきたいと思います。まずこのくらいの距離で見てもメイクアップフォーエバーの塗りたての時のような透明感とトーンアップ感はそのまま持続していますよね。アップで見てもこんな感じで、両方とも汚く崩れる感じもなく、メイクアップフォーエバーは少しだけ小鼻の横に皮脂が気になるかなと思うのですが、そこまでテカテカになってしまうというわけではないですね。とても微粒子のパウダーなので皮脂が出てくると馴染んでいく感じがするのかなと思いました。両方ともパール感でツヤや透明感を引き出してくれているのですが、アディクションのグローはこのパール感で少し毛穴が目立つかもしれません。肌表面を触った感じはどうしてもメイクアップフォーエバーはベストセラーのウルトラ HD ルースパウダーのイメージが強いので、サラサラで皮脂を吸着してくれているのかなと思うのですが、意外とアディクションの方が滑らかでサラリとしていて、メイクアップフォーエバーは皮脂や汗をしっかりと吸着してパサついてしまうというよりは、ちゃんと保湿感も残しつつ肌表面をつるんと保ってくれてるような感じでした。質感としてもかなり使いやすいと思います。最後、コメント欄でリクエストいただいたこちらの新作のメイクアップフォーエバーのフェイスパウダーとジバンシーのルースパウダー、仕上がりを比較してみたいと思います。カラー的にはメイクアップフォーエバーの1番のライトとジバンシーのプリズムリブルパウダーの1番のパステルシフォンが似ているかなと思ったのですが、パステルシフォンはマットタイプなのでまたタイプが違うかなと感じたので、今回はツヤタイプの2番と比較してみたいと思います。メイクアップフォーエバーと合わせてジバンシーもブラシで塗っていきたいと思います。ジバンシーもかなり微粒子パウダーなのですが、肌の色はそこまで変わらずに少しだけトーンアップしたかなくらいで、メイクアップフォーエバーと比較するとかなり自然な仕上がりです。ここから磨いていくと少し自然なツヤも出てくるのですが、こんな感じでジバンシーの2番も微細なラメが肌の上に乗るタイプなのですが、ベースの微粒子のパウダーが肌をふわっとフォーカスしてくれて、その上に微細なラメがキラッと輝く程度なので、仕上がりのイメージとしてはアディクションのトランスルーセントのような毛穴フォーカス効果の上に少しだけラメを感じるような仕上がりです。メイクアップフォーエバーの方がより透明感や透け感やツヤ感がアップするので、しっかりとトーンアップさせた透明感のある肌に仕上げたいという時におすすめで、ジバンシーは程よい毛穴フォーカス効果もありつつマットに寄りすぎない自然なツヤを出したいという時におすすめです。アップで見るとよりメイクアップフォーエバーの素肌が透ける感じとジバンシーの毛穴フォーカス効果が分かりやすいと思います。
はい、自然光です。自然光で見るとよりこのジバンシーのパウダーによる毛穴フォーカス効果が分かりやすいかなと思います。ただ外で見るとやはりジバンシーも顔全体にラメが散りばめられているのが分かるかなと思います。肌表面の感じもジバンシーの方がベースのパウダーがしっかりつく感じがするので、よりサラサラとしていて、メイクアップオイバーの方が粉感を感じにくいです。ジバンシーのルースパウダーは崩れなども何度か動画内でご紹介させていただいているのですが、皮脂や汗崩れにも強いタイプでパサついてくるという感じではないのですが、この2つを比較するとメイクアップオイバーの方がより粉感を感じない分しっとりと感じるかなと思いました。同じツヤタイプだけど意外と比較してみると違いがありますよね。はい、ではこんな感じで9月発売の新作フェイスパウダーをそれぞれ比較していきました。香りについてご紹介するのを忘れていたのですが、メイクアップフォーエバーもアディクションも特に香りはついていなかったので、その点もすごく使いやすいなと感じました。今回ご紹介した3つの中で毛穴をふわっとフォーカスしたいという方はアディクションのトランスルーセントタイプがおすすめで、透明感がアップしてブルーやピンクのツヤでトーンアップ効果と発光感が欲しいという方はメイクアップフォーエバーがおすすめです。メイクアップオイバーと同様、パールやラメによるツヤ感も感じつつ、肌の色から浮かない仕上がりだったのはアディクションのグロータイプでした。どれもかなり微粒子のパウダーが肌にフィットするので、崩れにも強いのですが、肌表面がパサつく感じや粉っぽくなる感じもしなかったので、どの肌タイプの方にもかなり使いやすいと思います。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。